項目点は、仏教における天部。もちくに点、増長点、多門隆史と共に四天皇の一村に数えられる。ビルーパーク社とは本来サンスクリット語で、主事の目をしたものあるいは、不格好な目をしたものという意味だが、尋常でない目、特殊な力を持った目さらに、地里眼と拡大解釈され、項目と訳された。または、広白里も称する。三魔屋型は三、三攻撃 検索。趣子は美。項目点は四天皇の一体、正方を守る守護神として造造されることが多い。仏道内では本尊の向かって左後方に安置するのが原則である。その姿には様々な表現があるが、日本では一般に革製の甲冑を身につけた東大の武将風の姿で表される。持ち物は、 古くは筆を持ち巻物に何かを書き留めている姿で表現された。しかしこれは主に天平時代のもので、平安時代以後は徐々に別の持ち物を持つようになった。例えば密教の大蔵界曼荼羅では、体色は赤色、右手は三個劇を持ち、左手は拳にして、右腰に置く姿で描かれる。また、剣作を持った姿で表されることもある。また、 中国の民間信仰においては赤い顔で竜を持った姿で表される。渦は鎌倉時代作の四天王像のうちの項目点と多門点で、項目点は邪気の上に静かに立ち、筆と巻物を持つ姿に表されている。本来はインド神話に登場する雷神、インドラの配下で、後に仏教に守護神として取り入れられた。 ふつの住む世界を支える趣味さんの四方向を守る四、天皇の一員として、白銀に住み、西の方角、あるいは古代インドの世界観で、地球上にあるとされた四つの大陸のうち西五カスを守護するとされる。また、諸竜王や、フタンナを配下とする。ありがとうございます。